一応ぶつかんないですよね、タイヤ。あ、乗っかる感じです。乗っか、あ、あ、けどまあこう、あ、ちょっとグリップコントロールが効く。これ登れるんで、結構なかなかだと思います。デリカミニアクロテスト、果たしてどこまでいけるでしょうか。いけそうもなかった。あ、結構ここ大丈夫、一応ぶつかんないですよね、タイヤ。ぶつけそうになっちゃうんですけども、この辺りデパーチャーアングルが微妙に、この車高がタイヤ径だと2センチぐらいアップしていて、ただこれ半分使って車高が1センチぐらいアップしてるんで、デリカミニアクロテスト、果たしてどこまでいけるでしょうか。いけそうもなかった。あ、結構こういう、あ、け、あ、ここ大丈夫、一応ぶつかんないですよね、タイヤ。あ、乗っかる感じです。乗っか、あ、あ、けどまあこう、あ、ちょっとグリップコントロールが効く、こういうところがちゃんといけるという、ここはちょっと無理ですよね。無理ですね。ですね、ここは、あ、バッパ当たっちゃう。ここはちょっと、これまっすぐ下がっても大丈夫かな。しかし、じゃあここを、結構けどね、ここの悪路がいけたっていうのは楽しかったな。こうやって全然違うけどね、このバックって結構重要なんですよ。ここで見れるっていうのは結構、これこういった感じを、このくらいの勾配を登れるっていうのは、いや悪くないじゃないですか、デリカミニ。あ、ちょっと濡れた。でこの細い木の切り株、いいっすね。真っ赤なリンゴを頬張るってなわけで、三菱デリカミニの新しい年下の男の子サスク戦といいましょうか、ある種ワイルドな味をね盛り込んだっていうのが、まず走りがもう一つの肝で、まあ、専用のサスペンション、まあ、ダンパーを変えて、しかも台形タイヤを入れて、車高が1センチぐらいノーマルの FF モデルより4クワ上がってるって言うんですけど、でちょっと荒れた道を、荒れた道ってほどではないんですけど、でちょっと山道走ってみますが、確かにね、ゆっくりした速度での話ですけど、やっぱちゃんと低速でストロークする。で実際具体的にね、ショックアブソーバーの縮み側をちょっと、あ、あ、ちょっとスタックした。見事スタックしました、おめでとうございます。あんま喜んじゃいけないな。ちょっとね、今キャンプ場でちょっとスタック、これ実はグリップコントロールっていう制御が入っていて、今までもグリップコントロールは、ちょっとね路面を変えたら行きましたけど、今までもねグリップコントロールっていうのは EK クロススペースでも入っていたんですけど、今回ね、それに、アクロの時にちょっとした深雪、雪道の時に深い雪があったりするじゃないですか、って未整備されてない、要するに駐車場から普通の整備された圧雪路に入るまでにちょっと雪の山があるような時に、そこでねある程度空転させて、あえてタイヤを空転させて乗り越えなきゃいけないような時に空転できるような制御になっていると。グリップコントロールっていうのは、タイヤが空転し始めたら、その空転したタイヤをねあえて止めて、反対側のタイヤにですね、駆動力をかけるみたいな制御なんですけど、そこがその制御をあえてね、その空回りを許容するようなタイプにするっていうのが今回の肝で、今回完全スタックするほどではなかったんですけども、まあグリップコントロールが効いたかどうかっていうのはちょっとギリギリですけども、無事に乗り越えることができました。それよりね、何よりもこのね、ちょっとした荒れた路面というか、デコボコ路面でちゃんとね低速でもストロークする感じがあって、これはやっぱりタイヤの台形化と、あと車高アップで、あとサスペンションチューニングによるものあるかな。まあ結構ね微妙なところではあります。ただね、いわゆる普通の一般路を、アスファルトの道だけを想定していると、ちょっとストローク感がなかったり、ちょっと足回りが硬すぎるみたいなところがあるんですね。やっぱりね、荒れた路面ってある程度足がしなやかに動かないと、低速でしっかり動かないとグリップしてくれない、山を登れなかったりする時があるので、そういうところはやっぱしなやかに低速でも足が動いている印象がありますね。
あとね、この結構デコボコの低速で走ってる時の乗り心地がいいというのが、ストロークもそうですけど、このデリカミニのいいところでしょう。てなわけで新型デリカミニ、ついに公道初試乗ってなわけで、この生意気キュート作戦のね、肝の一つがこの走りなんですよ。基本的に64馬力に、まあ、3馬力弱のマイルドハイブリッドがついたこのターボモデルの4駆の一番、グレードの高い T プレミアムに乗ってますけど、基本的なスペックは変わってないです。ただしタイヤが台形になったのと、あとね、このサスペンションのダンパーが専用チューニング、4駆モデルの時専用チューニングになっていて、これね、基本的には低速のデコボコ道でちゃんと路面のデコボコに追従するように、若干伸び側のサスペンションのね、がしっとり追従するように柔らかくなってるんですよね。ただしそれで一般道に関してはそれにより弊害をなるべく出さない、言ってみればアクロでちょっと足回りを柔らかくすると街中でちょっとねふらつくんじゃないかみたいなところがあるんですけど、基本的にはねやっぱりねそんな変わらないです。ただしね、若干ステアリングがやっぱり柔らかく切れて微妙にロール、ボディが傾きやすくなってるかもという感じはなくはないという程度、ただ多分一番の問題はね、多分ね高速ですね。高速道路の安定性、高速道路で走った時に不安さがないかっていうところなんですけど、まあその後で中心試してみたいんですけど、街中では若干まあちょっとステアリングがいつもよりも柔らかめというか、もっとね直進安定性、こう切って戻る時の力がですね、普通の設定はもうちょっと強いかもしんないなと、まあ、微妙なところですよ。このちょっと切り込んだ時のソフトなタッチがこの四駆モデル、デリカミニにあるっていう感じで、ちょっとこの切り込んだ時のそのソフトな感じが今までの EK クロススペースと違うかな、もうちょっと直進で直進安定性が高くて戻る感じが強いかな EK クロススペースは、でちょっと柔らかいかなっていう感じがなくはないっていう程度、あんまり違わない、ただちょっと切り込んだ感じがちょっとソフト、足回りはどっちかっていうと柔らか設定にはなってますね。路面のデコボコを継ぎ目越える時のショックはより抑えられる傾向にあるし、そういう意味では快適にはなってる。ただその分安定感がどうかっていうところで、街中ではまあ全く問題ないです。で、足回りが若干柔らかくなっているので、そのあたり例えば路面の継ぎ目を越えた時の振動が残ったりしたらどうかっていうことなんですけども、そのあたりは逆にねしなやかさを感じさせるぐらい、要するに街中ではほとんど不都合ない、まあ、若干ステアリングの切り込んだ時の感触が柔らかくなったかなぐらいの問題、それよりも肝はね、やっぱり高速での安定性がどれくらい落ちるか、四駆、いわゆる低速での四駆性能、アクロ走破性能を上げた分、高速性能、高速の安定性とかそのボディの傾きのしにくさみたいなところと微妙に相反するので、それがどうなるかですけども、次ちょっと高速に行きたいです。で、今高速道路行けないので一般道で比較的スピードが出せる道で試してますが、まあステアリングのね入りがちょっと軽いっていうところぐらいで、あとはね結構ハイスピードコーナーでも全く問題ないですね。これだからね、背の高い車の、問題が一番ここにあるんですけども、やっぱり街中を優先させると高速道路がちょっと不安定になる、そのあたり絶妙なバランスを取ってるっていうのがこの新型デリカミニの進化だと思います。